ここだったらその私がなりたい職業が見つかるかもしれないなと思って中央大学を目指し始めました。同級生や先輩と切磋琢磨しながら、また OBOG の熱いサポートを受けながら法律家を目指すことができる環境が整っています。キャリアセンターの ES 添削を利用していました。正直やってない方よりもうまくいったと思います。身につけたことといったら、コミュニケーション能力という部分が初めに出てきます。学生一人一人に合ったきめ細かな就職支援をしています。卒業後の進路は人それぞれなので、民間企業に就職したいのか、公務員になりたいのか、大学に進学したいのか、1年生の時から進路について考えられるプログラムを提供しています。卒業生のうち10人に1人は公務員になって卒業しています。公務員基礎講座では分かりやすく丁寧に試験対策講座を教えますので、今年は実に900名の学生が受講しました。民間就職におきましては他の大学に先駆けてオンラインセミナーを実施してきました。実に674社の企業が参加しましたので、中央大学の学生を積極的に採用したいという企業の気持ちの表れだと思います。僕は理系なんですけど、その自分が学びたい分野があるっていうのと、その授業が自分のレベルに合ってるっていうので選んでます。私は人文科学系の勉強ができればいいなって思っているので、そういう分野の授業が受けられる大学に行きたいなって思ってます。いや、全く考えてないんですけど、逆にその自分が学んだことがどういうのに活かせるのかっていうのを大学から教えてほしいって思ってます。これになりたいっていう特定の職業はないんですけど、自分が勉強した内容を活かしたお仕事がしたいので、そういう仕事をこう紹介してくれる人とかシステムがあったらいいなと思ってます。大学で何を勉強するかということを考えていたので、キャリアのことは全く考えてなかったです。 OBOG 訪問とかは必要ないと思ってたんですけど、今思うとやっぱり社会人とかちゃんと働いてる大人と関わる機会として大切な機会だったなと思っています。就職活動をするときにもやっぱり自分の知ってる尺度でしか企業選びとかもできないので、こうもっといろんな会社でインターンとかができてたらなとは思います。社会人の人たちとのこうつながりっていうのがもっとたくさん持てていたら、こう選べる幅とか考えられる可能性みたいなところも広がってたのかなと思います。小さい頃から高校受験の時も大学受験の時も名の知れた会社に入りたくて、そのために今何すべきかを考えて選択をしていました。ミス部ではマネージャーの仕事以外にもスポンサー企業とのやり取りなどがあったので、それは貴重な経験になったと思います。私は就活の時に結構キャリアセンター の ES 添削を利用していました。他にも面接、模擬面接のため の合宿にも参加しました。実際の人事の方が面接をやってくださるので、正直やってない方よりもうまくいったと思います。私が大学で得たものは人との出会いです。しっかり考え始めたのが本当に一般的で、そこ就活のタイミングになります。ただそこまで遠い存在には思っていなくて、というのもやっぱり部活の先輩だとかゼミの先輩と接する機会が多かったので、そういう部分ではある程度土台はできてたのかなと思います。身につけたことといったらコミュニケーション能力という部分が初めに出てきます。今の業務では社外の人と接することが多くてですね、一つの会話を盛り上げる、膨らませることが私は得意だと自負しています。私が中央大学で得たものはヒューマンスキルです。当初は弁護士になりたいっていうわけではなくて、潰しが効く、学部だっていう話を聞いてて、で潰しが効くっていうのは民間でも公務員でも、どんな就職先でも対応できると、そういうのを聞いて、法学部に行けばなんとかなるんじゃないかっていう気持ちで選びました。ゼミの授業で OBOG 弁護士とか検察官とか企業 の法務担当の方に指導を受けたりする機会があって、お話を聞いて法律って面白そうだな、
法律になんか携わる仕事がしたいなって思ったのがまあきっかけです。中央大学には法律家を目指す学生がたくさんいます。同級生や先輩と切磋琢磨しながら、また OB/OG の熱いサポートを受けながら法律家を目指すことができる環境が整っています。中央大学にあるものはつながりです。高校生の時に中央大学のパンフレットを見ていた時に、卒業生の就職先を見て、いろいろなその就職先を選んでいたっていうのを見て、でここに入れば私のなりたい職業っていうのも見つかるのかなと思って目指し始めました。大学1年生の頃からいろいろどんな職業があるのかなっていうのは考えていて、例えば中央大学が主催している公務員の説明会に参加してみたりだとか、あとは放送を目指している人向けの勉強会に参加したりしていました。あとは大学時代に意識していたことは、多様な人の意見を聞いてそれについて自分はどう考えるかっていうのを常に意識はしていたんですけれども、中央大学はいろんな学生さんだとかいろんな先生がいて、で自分の意見を磨くことができたので、それも役に立っていたなと思います。大学はその後の自分の人生を左右するその基礎となる場所だと思うんですけれども、そこで例えば今の職業につながる法制的な視野だとか、あとはいろいろな人とのつながりっていうのを得たかなと思います。私が中央大学で得たものはきっかけです。学生一人一人の不安を解消するためにキャリアセンターはまさに全力で支援をしています。学生との信頼関係を築きながら、その学生に合った就職支援をしていますので、積極的にキャリアセンターを活用してほしいと思います。